はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリビッシュです。今回はファミスタクライマックスドリームペナント続きをプレイしていきたいと思います。でですね、ちょっと実は、今回はドラゴンズとの3連戦をお届けをしていきたいと思うんですが、1試合目が収録上の不備がありまして、2試合目から、実況の方をやっていきたいと思います。でここまでなんですけども、前回前々回タイガース戦、ヤクルト戦と5敗1分けという結果で、現在4位に転落しているワンダーチームなので、ここからねしっかり巻き返しを図っていきたいというところで、まずはファミダスを引いていきましょう。で前の試合で大谷翔平が怪我をしているので6試合出場ができないという情報が入ってきてます。なので大谷の代わりに1人先発も補充していきたいなというところにはなります。なんとかね先発で落ちるボール持ってる宮西のボールは何だろう、ホークとかだとねすぐスタメン起用したくなるんですけどね。ちょっと早速宮西見ていきますか。スライダーか、リリーフ投手は1人でも多く確かに欲しいんですが、スライダーかーっていう感じだな。じゃあ野手10連引いていきます。あとは野手陣の中ではキャッチャーですね、肩がそこそこ強いキャッチャーが欲しいかなというところですね。ちょっと出なかったかな。まあよしとしましょう。でチームの PP ポイントにも少し、バカし余裕が出てきたのでスキルの見直しを図って、ちょっとでもね勝利に近づけられるように頑張っていきましょう。ではスタメンを含めた、一軍の編成をこの後していきます。まずは抜けてしまった大谷の穴を誰が埋めるかなんですが、内海か先発でいうと小川、あとは涌井、岸、この辺りはただみんな剛速球なんだよね。剛速球じゃないところでいうと武田がカーブか、杉内はスライダー、ただ杉内は銀なんでちょっとここではないかなというところですね。バンデンハークを戻すかどうかというところか。となるとここまでかな。金色カード持ちは麻酔パワーホーク、これただ侍ジャパンだな。となるとまあ、武田かな、無難にカーブ持ってるんで武田にしましょう。じゃあスキルをちょっと見直していきます。まず角中なんですけど、角中はどうだ、チャンスぐらいかな。で菊池のところはというと対左投手で、糸井は固め打ちを入れとこうかな。ただ固め打ちを入れられるほどなんていうのかな、打順が回ってこないでしょう。で畠山はさよなら固め打ち、固め打ちはないな、粘りだな。で柳田は集中打撃で、坂本をチャンス逆境、レアードはチャンス、さらに長打狙いも入れましょう。これで溢れちゃったんだな。そしたら角中のチャンスを外して、で野村に、平常心入れましょうか。よし、これでいこう。
これで PP ポイントが1220分の1219なんで理想的な形になってます。さあ、ドラゴンズには実は前の試合辛くも勝利を収めてはいるので、2連勝を目指していきましょう。ただいきなり大島にツーベースか。平常心平常心平常心保てよ野村。ここはね、野村が抑えられないとかなり厳しくなるんで。見極めてくるな。ここはフォアボールですね。で、高橋周平。まあ、ダメか。これは2人帰ってくるぞ。ちょっと守備も悪かったな。飛びつく必要はなかったかな。2人返しちゃいましたけどね。これは犠牲フライになりますね。いきなり3点献上か。厳しいけど頑張っていきましょう。これは切れてきます。前の試合勝っているものの、この試合で負けたら結局1勝1敗に戻っちゃうので、あまり意味がないですからね。野村のこのサークルチェンジが結構狙われるな。バルデス、今日の先発はバルデスですね。よし、角中も負けずにツーベースで出てくれた。で、対左投手のスキルを発動した。バーやられた。これなんだよ。これなんですよね。最近特に多いのが。ただポロってくれたのは嬉しいな、野上が。こういうところでしっかり点に結びつけていきましょう。と言いつつ畠山は初球を打ってセカンドゴロ。これはどの上にツーベースですね。ちょっと野村がピリッとしないな。よし、どの上を刺した。これでワンアウトランナーが一塁。バッターは杉山じゃなくバルデスですね。ちょっとこのバルデスにもう一回サークルチェンジ投げてみよう。サークルチェンジは結構やっぱりバットに当てられるんだよな。まあ結果ゲッツーにできたんでよしとしましょう。ちょっと野村は下げましょう。この後下げるというのは一軍からっていうことですね。バットが出てしまった。見極めなきゃっていうボールだったんですけどね。おお、抜けていってくれた。柳田はちょっと二塁までは進めなかったかなっていう感じですね。よし、ランナーを貯めていきましょう。これでノーアウトランナーが三塁二塁でレアードだ。よし、まずは1点返しましたね。でこの後森になります。しっかりボールを見極めていきましょう。これは速いボール、剛速球157キロ。よし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 、森の足でも二塁にはいけるでしょう。これだったら、これでなおノーアウトランナー三塁二塁で、野村のところには代打バレンティンを送りましょう。頼むぞバレンティン。まずは初球剛速球。
よし、これはいいでしょう。フィルダースチョイスを誘って、ノーアウト満塁で角中。よし、抜けていった。これで同点で、なお満塁。ここは一気に勝ち越ししておきたい。よし、抜けるね。これで勝ち越しの2点タイムリー。これでバルデスをノックアウトしてピッチャーが岡田に変わりますと。岡田の決め球も剛速球になってますね。糸井はここで追加点が欲しい。ただ剛速球161キロの前に空振り三振。畠山の当たりはセカンドゴロで柳田になります。柳田の当たりはセンターへとは抜けていかなかったですね。そしたらここはピッチャーを田島にスイッチしていきましょう。大島はしっかりボールをやっぱり見てきますね。フォアボールか。これは刺せる。よし、森が刺してくれたおかげでワンアウトランナーなしになりましたね。で、荒木はこのままスプリットで空振り三振。で、3番高橋のところですが、菊池のファインプレーでゲーム終了。いやー、最初はドキッとしましたが、なんとか2連勝に戻しましたね。今日は菊池の勝ち越しがあって、菊池の最後ファインプレーで締めてっていう菊池デーだな。いや、野村はね、もうちょっとしっかりしたプレーを見せてくれれば一軍定着もありだったんですけどね。サークルチェンジが思ったよりやっぱり、バッターに当てられる球種だなっていうのが分かったので、ちょっとこのまま野村を使い続けるのは危険かなというところもあるので、お、大谷の怪我が少し早まるそうだということですね、復帰が。これで、5敗1分けの後、ドラゴンズ相手に2連勝してきてますね。じゃあ野村をちょっと早速で申し訳ないんですけども、変えていきましょう。内海にするか、内海もでもね、内海の決め球はスライダーだよね。じゃあちょっと一回内海を入れてみましょう。で、今日の先発は武田。カーブ。で、あ、そうか、内海は能力が高いから30も超えちゃうのか。そうなると、内海を入れられないので、65以下の選手にしなきゃいけないんだな。野村は今使ってちょっとピリッとしなかったんで、そうすると、宮西はリリーフだし、山中、いやー、山中使えないよな。そうなると、まあ、やっぱり、なんだいって話なんですけど、内海を入れといて、スキルを外していこうが現実的かな。じゃあ、レアードのスキルで一つ、まずは、チャンスを外して、あと2だよね。畠山のさよならを外しますか。そもそもさよならの場面なんて作らせないっていうね、そういう気持ちで臨んでいきましょう。常にリードを保っていく。さあ、では武田ですが、直球は150キロで、決め球はカーブ。じゃあちょっと早速そのカーブを1球投げときますか。
空振りが取れそうなボールではありますね、カーブに関しては。よし、バントのうまい荒木のバントをうまく処理してこれで2アウト。今回はちょっと危なげなく立ち上がってくれればというところなんですけどね。高橋周平は結構ボールをちゃんと見極めてくるな。よし、ナイスプレー。いやー、今みたいな柳田のプレーが出てくれるとだいぶ助かりますね。抜けていかないね。ドラゴンズの方の先発は吉見になります。決め球スライダー。ちょっとスライダーはいざ投げられると打てないので、追い込まれる前にヒッティングしていきたいと言いつつ、追い込まれた上に2球連続遅いボールで空振り三振ですね。これは落ちるね。よし、結構吉見はこの遅いボールを多投してくるんで、この遅いボールの見極めは重要になってきそうですね。さあ、では怖い怖いビシエドです。ビシエドに対してはもう慎重に慎重に攻めていきたいところなんですが、とはいえ恐れるあまりフォアボールを出すというわけにもいかないので、最後は得意のカーブで空振り三振。ビシエド、平田、この4番5番を抑えればそこまでその後のね、ドラゴンズ打線というのは今まで戦ってきたタイガース、ヤクルトに比べると怖さはないかなっていう感じですね。当たりはジャストミート的な感覚で打てたんですが切れてきますね。ここはファインプレーの前に凡退。0対0が続いてるな。柳田の足を持ってしてもダメか。いやー、そろそろ1点欲しいですね。ここはうまーくボールをコントロールされてしまった。さあ、カウント1エンド2から遅いボールですね。平行カウントからの第5球目は遅いボール。坂本のバットが回って空振り三振。そしたら3回の表になります。まずは堂上をショートゴロで打ち取ったと。武田はここまで頑張ってくれてるな。これも打ち取ってますね。糸井が落下点に入ってこれで2アウト。吉見のところには当然代打を送ってきます。森野か、一発はあるんでね、ちょっと警戒しながら投げていきましょう。モリノはボールをしっかり見極めてくるな。よし、打ち取ってこれで3アウト。負けはなくなりましたね。ただ負けない試合ではなく勝てる試合をしていかなきゃいけないので、田島だな。田島、そしたら代打でバレンティンを送りましょう。どうだ、これは入ってくれ。入らないか。思い切ったバッティングではあったんですけどね。じゃあ武田のところには福留を送りましょう。これでもう代打はいなくなりました。バレンティンのところにダイソーを送る選手もいないっていうのもね。おーっと、これは落ちきらないか。最後は逆に落としてきて空振り三振。さあ、福留じゃない、頼むぞ。うわー、やられたー。抜けててくれればという当たりでしたけどね。まあここは0対0、まあ
1試合目がね、ちょっと実況でお届けできなかったんですが、1試合目は勝ってますんで、まあ、2勝1分けというところになりますかね。で、首位を走るタイガースとのゲーム差が4ゲーム差か。で、2位の DeNA が0.5ゲーム差。タイガースとの次の3連戦、絶対に負けられないですね。はい。というわけで、今回は、ドラゴンズとの3連戦。まあ、お届けできたのは2試合になってしまうんですが、2勝1分けということで、まあ、少し、チーム状態も上向きになってきてくれたのかな、というふうに思います。では、ショップか。よしよし。せっかくショップに入ったんで、ここは、そうだな、スライダー。菅野のスライダー。長野とかもいらないんだよね。先発マイコラスか。阿部とかももういらないんで、菅野が75。菅野は確かに欲しい。菅野買っちゃう？で、いやーでもなー、野村のところに、入れるかっていうともういないしなー。まあやめときましょう。フォーク持ちだったらね、確実に買うんですけどね。はい。いかがでしたでしょうか。ちょうど、15試合目まで終えた折り返し地点というところになりました。次回はですね、この続きとして、広島との3連戦ですね。いよいよ、ペナントレース、ドリームペナントの後半戦に入っていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。